武藤敬司は日本の男性プロレスラー。1990年代から2000年代にかけてプロレス界を敬引した闘魂三十士の一人。レッスルマイナス一を運営するジェンスポーツエンターテインメント元代表取締役会長。山梨県富士吉田市出身。山梨県観光大使。武藤塾塾長。娘はタレントの武藤愛理。プロレスリングノア所属。 出生時は4000グラムの体重があった。富士吉田市立下吉田第一小学校2年生の時にドラマ柔道一直線を見て柔道を習い始める。学年で一番背が高かったにもかかわらず、バクテやバク中、鉄棒の大車輪を器用にこなす運動神経の持ち主であった。小学校5年生の時には柔道と並行して少年野球チームにも入り、 AS で4番を任されている。富士吉田市立下吉田中学校に入ると一度は野球部に入部するも、その後すぐに柔道部に転部。中学校3年生で初段黒帯。山梨県立富士川口湖高等学校では国体出場。高校卒業後は東北柔道専門学校に進学。全日本ジュニア柔道体重別選手権、大会 95kg 以下級3位。 全日本強化指定選手にも選ばれる。学校では、柔道制服師の免許も取得。1984年、新日本プロレスの選手が利用していた、接骨院に勤務していた、東北柔道専門学校の先輩から、新日本プロレスを紹介され21歳で入門。後に、東根三重師となる、長野正弘、橋本信也は同日入門であり、船木正勝。 野上みも同期生。入門三日ほどであまりの練習の厳しさに当時、コーチであった山本小鉄に辞めたいと言ったことがあるが、他の練習生であれば引き止めるはずもないところ小鉄は、あと一週間だけ辛抱してみろ。それでも、嫌なら辞めても構わないと励まし、武藤は自分への期待に自信をつけ、残る決意を固めた。共に練習していた長野は、武藤が、あの逸材だから、 相手がどう反応するか分かっていて、駆け引きをしていたようだと語っている。その厳しいトレーニングも、前田明、藤原義明、高田信彦らが第一次 UWF へ移籍し、半年後には、長州軍13人が全日本プロレスへ移籍してしまったため、怖い先輩がいなくなったことで随分楽になったという。同年10月4日にデビュー。相手は同じく、 デビュー戦の長野であった。木村健吾の付き人を務めたため、プロレスの師匠は木村健吾である。新弟子時代、週に1回のちゃんこ番の際はそれまで料理などしたことがなかったため、武藤の場合はポン酢を作って、材料を鍋に放り込むだけでできる簡便な豚チリを作るのが定番であったが、これがレスラーから不評であった。武藤の新弟子時代は新日本も羽振りが良く、 ちゃんこ版は朝晩の食費である3万円を1日に使い切ることが使命であったが当時は上質な肉や米であろうと残った食料は全部その日のうちに捨てるほどの宝食ぶりであったそんな無糖とは対照的に橋本は料理がうまかったと2018年のインタビューで振り返っている柔道の猛者であったため入門当初からアントニオイノキ坂口誠治 藤原義明と互角にスパーリングをする実力と、天聖の運動神経と、ルックスから、早くから、将来のエース候補と目され、ヤングライオン杯優勝を経ることなく、1985年11月に、初の海外遠征に出発。ホワイト忍者というリングネームで活動し、当初はベビーフェイスだったが、タッグマッチで、パートナーの和風マクダニエルを裏切りヒールに転向した。 NWA のフロリダ地区では、1986年5月21日に、ケンドールーインダムから、フロリダヘビー級王座を奪取、タイトル初体感を果たした。しかし、6月に、ビデオで反則していたことが判明し、王座を返還させられる。その後は、アラバマのコンチネンタルチャンピオンシップレスリングで、活動し、同年9月1日。 n w a u s ジュニアヘビー級王座を獲得した。タンパ在住中、当時ホテル住まいであった無党は、キッチンもない中100%外食で食事を済ます。必要があったが、幼少期にあれだけ、ジャンクフードに憧れていた無党といえど、ハンバーガーやピザなどが、中心の食生活には、胃もたれがすると、嫌気が差し、ほどをなくして、中華料理で腹を満たすことにした。 当時のタンパには日本食レストランも2軒しかなく、インチキな日本食もあったため、やむなく中華料理を食していた。ただ、フロリダにはスペイン系アメリカ人が多い影響からターメリックライスが食文化として定着しており、チキンと一緒にターメリックライスを食べたのが食事に関するアメリカ遠征時代の思い出であった。帰国後、スペースローンウルフなるギミックで売り出される。 当時は、リング登場時のコスチュームに、宇宙飛行士のヘルメットをかぶり、ブルゾンタイプのガウンに胸元に、610と書かれたものを着用していた。本人曰く、ヘルメットをかぶったのは猪木より、ヘルメットのスポンサーがつくかもしれないから、かぶれと言われたとのことだが、ヘルメットのスポンサーはつかなかったという。ところどころラメの入った青いロングタイツに白い、リングシューズで、 まっすぐの、ふさふさした頭髪は、ジャニーズ系レスラーであると、プロレス雑誌に書かれた。ちなみに、テーマ音楽は、ファイナルカウントダウンで、リングに入場する際は、ロープ間をまたぐようなことはせず、鉄棒の前転をするような形で、トップロープ上を宙返りし、リングインする派手なパフォーマンスをしていた。ところが、当時新日本は、UWF の構想真っ最中であり、 大らかなアメリカンプロレスを身につけた無党はファンの支持を得られず失敗。とはいえ、早い時期から藤並辰美とのシングルマッチを実現するなど特別な扱いを受けていた。またナウリーダーとニューリーダーとの世代闘争にも参加しておりなぜかナウリーダー側として5対5のイルミネーションマッチ等に参戦していた。1988年1月から2度目の海外遠征に出発。 カルロスコロンが主催するプエルトリコの WWC ではベビーフェイスのスーパーブラック忍者として活動し1988年2月6日にインベーダー1号から TBO 王座を同年5月14日にミゲルペレスジュニアからプエルトリコヘビー級王座をそれぞれ奪取したそんな中7月16日にブルーザーブロディ視察事件が起こり WWC を離れフリッツ・フォニエリックが主催する、ダラスの WCCW に活動拠点を移す。そこでの活躍で、NWA のジム・クロケット・プロモーションズへスカウトされ、ギミック上は、ザ・グレート・歌舞伎の息子という設定のグレート、ムッタとしてヒールのポジションで登場。当時のアメリカでの悪役人気は絶大で、スティングやディック・フレアーとの対決で活躍した。帰国後も、 武藤はたびたび、ムッタとして登場した。1990年4月に外戦帰国。同時に、赤のショートタイツにコスチュームを変え、やがて人気、実力ともに絶頂期を迎える。1995年2月に、スコット・ノートンに敗れて、スランプ状態に陥ったものの、5月3日、福岡ドームで当時最多防衛記録を樹立していた、橋本晋也を破って、 第17代 IWGP ヘビー級王者となった。8月15日、同じく橋本真也を破り、IWGP 王者としては初となる G1 クライマックス優勝者となった。さらに、10月9日、東京ドームでの激突、新日本プロレス対 UWF インターナショナル全面戦争のメインイベントでの高田信彦戦は、 あえてこの決戦用にドラゴンスクリューからの足4のアザタめという古典的な技を復活させて勝利を収めた。これらの活躍が評価されて同年のプロレス対象 MVP。なお G1 で優勝した際の副賞としてガウンを贈呈されたのをきっかけに以後のビッグマッチにおいてガウンを着用するようになる。1997年2月。 蝶野正宏率いるムーオージャパンから T シャツを渡されたり、背中にムーとスプレーで書かれたりという演出などにより勧誘を受ける。4月12日の東京ドーム大会でグレート・ムッタとして長野に勝利するが、試合後2人は共鳴し、WCW でのアメリカ遠征で正式にムッタとしてムーに加入。6月に正規軍の無党として、 当時王者だった橋本に挑むが敗戦。試合後、ムウォージャパンの控室に戻ったことから、本格的に正規軍を離脱する。その後のシリーズから、ムウォージャパンのムタとして G1 にも参戦するなど活躍したが、膝の故障や度重なるタッグマッチでの亀裂、試合前のペイントする時間が多忙などが重なったことから、ムタをやりきることに限界を感じて、9月23日には、 無他から無党に変身し、無党として無王に加入。赤から黒のショートタイツに変わり、その後イラストや、英語の文字が記入された黒のロングタイツを着用し、髭を伸ばして、黒バットなどの凶器を使って、クロスプレーで、小原同友の背中に、犬と書いた上で、リング外へ、甲子形にするなどヒールに徹した。このことから、無党は、新日本正規軍と王。 ジャパン両軍に属した唯一の選手となった。1998年7月、膝の手術から復帰した後、ムッタとして渡米することになって、髭を剃り、ナチュラルボーンマスターと呼ばれるようになる。この直後、ムウォージャパンの総帥であった、長野正弘が負傷して、長切り立つ。ムトウが、軍団の舵を取り、IAM ボスと連呼するようになり、 結城明けの小島悟氏を、んージャパンに勧誘。年末に行われた G1 タッグも、小島悟氏と,とのタッグで優勝し、そのインタビューでは、これは、俺が作り上げた、んーだ。長野の名前は出さないでくれ。と発言。1999年、第24代 IWGP ヘビー級王者となると、長野と無党との関係はこじれた。長野は復帰後、 んージャパンを脱退して、独自のユニット、チーム2000を結成した。以後、んージャパン VS チーム2000の構想が勃発し、最終的に2000年、1月4日の東京ドームで、無党が長野に敗れて、んージャパンは消滅する。なお、1999年は1年間王者に、君臨した評価が認められ、プロレス対象 MVP に選ばれている。その後、 武藤は新日本とは距離を置き、WCW を中心に活動するつもりで渡米し、グレート、ムッタとして、再び WCW のリングに上がる。しかし、WWF より移ってきたビンスルスソーラからは、評価されず、試合の機会を満足に与えられず帰国。WCW への復帰は、エリック・ビショフを通して、了解を得ていたが、渡米した時には、 工業成績の不振からビショフは解雇されており、ルッソーラからは何しに来たんだと屈辱的なことを言われ、露骨に嫌そうな扱いを受けたという。2000年12月31日の大阪ドームで開催された猪木ボンバイエ2戦で国内復帰。高田信彦と人よ限りのタッグを組み、ドンフライ、ケンシャムロック組と対戦。この試合は高田のバックドロップで、 シャムロックより勝利。ちなみに、武藤がスキンヘッドになったのはこの試合からである。2001年より新日本プロレスに復帰。1月28日、全日本プロレス、東京ドーム大会に参戦して、太陽ケアに勝利。以後、定期的に全日本に参戦することになる。団体の垣根を越えた、超党派ユニット、バトを結成する。 武藤は新必殺技シャイニング・ウィザードを引っ下げ、史上初の六冠王者。ただし三冠ヘビー級王座と、世界タッグ王座は事実上それぞれ一つのタイトルで、あるので実際は三冠王者となった。さらに全日本プロレスの年末恒例の大場所である、世界最強タッグ決定リーグ戦も制して、同年のプロレス大賞 MVP に選ばれる。10月には全日本のリングで新日本プロレス。 所属同士で、蝶野正宏と参観戦が行われた。新日本プロレス、全日本プロレスの主力ベルトで、その時点で保持していないのは、過去に自らも保持していた、IWGP ヘビー級王座のみとなり、無党自身も次の標的は、チョキイズムの継承者、藤田和幸と示唆していたものの、すでに格闘技路線への疑問を公言していたこともあり、ついに実現しなかった。 2002年1月、藤田和幸を中心とした格闘技路線に重心を移した新日本プロレスでは、自身のアメリカでの実績なども潰されることになると考え、弟分の小島聡、氏、剣道家臣及び新日本プロレスのフロントスタッフの5名と共に新日本プロレスを突如退団。2月26日に全日本プロレスに入団する。この時武藤は全日本プロレスに、 骨の髄までしゃぶっていただきたいと思いますという名言を残した。なお、この時本当は骨を埋める覚悟でというつもりであったが、上がっていたせいで骨の髄までしゃぶっていただきたいと思いますと言ってしまったのだという。その他に、長谷博からの勧誘もあったとされる。遺跡直後のチャンピオンカーニバルでは初出場にして優勝を果たした。 G1 クライマックスとチャンピオンカーニバルの両方を制覇したレスラーは武藤が初めてである。7月20日の日本武道館大会では、黒島宗、武藤刑事グレート、ムッタと1日3変化で3試合をこなして、すべて勝利している。8月30日の日本武道館大会では、自らプロデュース工業を行った。10月には、馬場原始社長から全日本プロレスの株式を譲り受け、 オーナー兼社長となった。同年中には、K1 の石井和義と組み、エンターテインメントの要素を強く取り入れた、プロレス、ファンタジーファイトレッスル -1 という興行も行っている。2003年には、名優、橋本慎也率いる01に全日本プロレスの選手を率いて乱入。全面戦争、やるのかやらないのかはっきりしろよ。という言葉で、戦々告する。 この後、全日本プロレスとゼロアンは激しい抗争を繰り広げることになる。また、4月29日に行われたベープ STA プラウレスリングゼップツアーのゼップ福岡大会では、覆面レスラーザエープマンプラチナムに変身した。全日本プロレスの武藤刑司2004年から、他団体のリングに積極的に進出するようになる。 2年ぶりに新日本のリングに上がり、1月4日には、ボブサップとタッグを組み、長野天山広吉に勝利。その後、10月9日には、月人を務めた西村治と組み、棚橋博士中村晋介と対戦したが敗れている。01のリングでは、2月29日に大森隆夫と対戦して勝利。4月25日には、橋本とタッグを結成して、 勝利を収めたが、くしくもこれが最後となった。武藤と並ぶ天才として、プロレスファンから対戦を熱望されていた、三沢光春との対戦アングルが開始された。において実現している。2004年7月10日に行われたのは、東京ドーム大会で初対戦。この試合では敗れたが、夢の続き、見ませんかと三沢にメッセージを送った。これがきっかけに加えて、 小島の対戦直訴により、三沢は古巣である全日本プロレスへの参戦を果たした。10月31日、両国国技館での武藤刑事デビュー20周年、記念工業において、武藤は三沢とドリームタッグを結成。長谷博史、佐々木健介組と対戦して、勝利を収めた。2005年5月14日、新日本東京ドーム大会で、ロンウォーターマンに勝利。 三年ぶりに三冠戦に挑戦したものの、小島に敗北。その後、大相撲の横綱であった明物及を呼び、プロレスラーとして育てた。その年の最強タック準優勝に、プロレス大賞では、最優秀タックチーム賞にも輝いた。2006年、年末の最強タックリーグ戦には、東根三十士とプロレス四天皇のタックとして、川田俊明と組話題性があったものの、 小島天山の天古寺にリベンジされて敗退。優勝を明け渡したが、2007年1月4日の新日本東京ドーム大会で8年ぶりに蝶野とタンクを組み、天古寺に勝利した。3月には3度目のチャンピオンカーニバル優勝を果たし、7月の三冠戦には敗れたが、年末の最強タックリーグ戦では上道リングと組んで6年ぶりに優勝。 2008年1月3日、タックリーグ戦に優勝した勢いで、世界タック王座を獲得した。4月27日、新日本、大阪大会で中村を破り、1999年以来となる IWGP ヘビー級王者になった。8月31日には、全日本のリングで、初めて IWGP ヘビー級選手権試合が行われて、 G1 クライマックス2008優勝者の後藤博士、王毅を破って防衛に成功。その後、準優勝者の真壁が棚木、リベンジに挑んだ中村に勝利して、4度の防衛に成功。三冠王者になったムッタの活躍も合わせて評価されて、7年ぶりにプロレス大賞を受賞した。2009年1月4日、レッスルキングダム3で棚橋に敗れて、 IWGP ヘビー級王座5度目の防衛に失敗。3月14日、ムッタとして高山義弘に敗れて三冠王座も失った。その後、ファイティング TV 侍の企画で蝶野と対談。お互いにデビュー25周年興行を行い協力することになり、8月30日にデビュー25周年興行を開催。 24年ぶりに同期生の船木正勝とタッグを結成して、長野鈴木実る組に勝利した。また、6月13日に、三沢が救世したため、ライセンス、コミッショナー問題を含めて、再び、ノアと交流。9月27日に5年ぶりに、ノアへ参戦。田植明と、社長タッグを結成して、小橋健太と初対戦したが敗れた。 10月12日に、長野のデビュー25周年記念試合で新日本、全日本、ノアによる6人タッグマッチが実現。武藤、長野、小橋がトリオを結成して勝利。これで、旧全日本のプロレス4天皇とすべてタッグを結成。2010年3月9日、変形性膝関節症による右膝関節内有利大除去の手術を行うことを、 発表し、4月5日に手術を行い成功。全日本に移籍してからは初めてとなる長期にわたり、試合を欠場したが、9月10日、船木正勝とのシングルマッチで復帰。試合は引き分けになるものの、欠場以前と変わらぬムーブを見せた。また、9月20日後楽園ホールでは、カイトのシングルマッチに勝利。その日の世界ジュニアヘビー級王座戦の試合後に、リングに上がり、 最多の連続防衛を記録した王者のカズハヤシに挑戦表明支ぶ次ぎを醸したが、翌日の会見で気分は力士。そこにカズハヤシがいるからと、世界ジュニア王座への挑戦を正式に発表した。また、それに合わせて体重の減量も行われ、1ヶ月で約1 0キログラムの減量に成功して挑んだが敗れた。2011年の新春シャイニングシリーズでは、 船木正勝の仲介もあり、敵対関係にあった鈴木実とタッグを結成、1月2日、3日と立て続けに鈴木に誤爆してしまうが、鈴木の方から歩み寄りを見せ、3日の試合後に握手、タッグチームとしてタイトルも狙っていくことを発表した。また、全日本プロレス恒例のバトルロイヤルにも参加し、史上初の同年でのヘビー級、ジュニアヘビー級優勝を果たした。 2011年6月7日、平井信和が試合後に急性項膜下血腫で倒れた事件の責任を取り、全日本プロレスの代表取締役社長を辞任した。選手としては引き続き所属する。同年8月27日、オールトギャザーに参加。小橋健太とタッグを組んで、飯塚隆矢野通組と対戦、小橋と共にムーンサルトプレスを披露した。その後、この試合は、 年間プロレス対象年間最高試合賞に認定される。2012年3月20日両国大会、秋山としが保持する三冠ヘビー級王座に挑戦したがスターネスダストで敗れた。2013年5月31日、全日本プロレスの取締役会長を辞職、並びに選手契約を解除。翌日に全日本は新たに役員体制を発表した。 2013年7月10日、新団体レッスルマイナス -1 の旗揚げを発表した。また、レッスルマイナス -1 の運営会社であるジェン・スポーツエンターテインメントの代表取締役社長の就任を発表した。2017年4月1日、ジェン・スポーツエンターテインメントの代表取締役会長に就任。2020年4月1日をもって、レッスルマイナス -1 は、 団体としての活動を停止し、所属選手はすべて契約解除となり、無党も例外ではなく、それ以降はフリーランスの立場でプロレスリングノアを中心に試合を行っている。2021年2月12日、ノア日本武道館大会で塩崎剛を下し GHC ヘビー級王座を初退官。佐々木健介、高山義弘に次ぐ、 史上3人目となる3大メジャー団体ヘビー級シングル王座完全制覇を達成した。2021年2月15日に開かれたサイバーファイトの会見においてプロレスリングノアに入団することが発表された。契約期間は2月15日から2年間となる。武藤は1990年代末以降、自らプロレスへの深い愛の存在を各所で、 表明している。武藤のプロレスへの愛は彼自身が考案したプロレスラブというキャッチフレーズで知られている。両手で手話の狐のような形を作って嘆きしすのように腕を展開するプロレスラブポーズも有名である。このプロレスラブポーズの元ネタはウルフバックポーズである。プロレスラブを武藤が考案するきっかけとなったのは2001年1月28日の全日本プロレス。 東京ドーム大会、王道新世紀2001ジャイアント馬場3回きつい投稿業における太陽ケアとの対戦である。武藤はこの時、初めて全日本プロレスで試合をしたが、それまで全く知らなかった対戦相手のケアに惚れ込み、当時、総合格闘技路線に走っていた新日本プロレスに疑問を投げかける意味で、プロレスラブな奴ら集まれ、という思いが、 内面から湧いてきたと10回している。社長としての武藤もプロレス本来の魅力を大切に、したマッチメイクを心がけており、ヒール軍団を軸に据えた構想、淵正信や荒谷望む誉れ、野沢ロンガイラによるコミカルな試合、多彩なマイクパフォーマンス、バックステージでのドラマ展開、高道の区を中心にしたルチャリブレ、そしてトップレスラー同士の激しいぶつかり合いを堪能できる、 プロレス団体を作り上げた。性格的には非常に正義感が強く、橋本などが行っていた後輩へのいじめにも否定的であり、また先輩に対しても酔うと誰も止められなくなる前田明に正面から静止するなど筋道を通す性格である。初めて渡米した頃の日本プロレス界の体質を封建的と述べており、 アメリカ滞在時はとても居心地が良かったと語っている。練習や肉体管理など調整に関しては合理主義の立場をとっており、実際、根性論には限界があるような。一週間根性論にやったところで、根性をもう少し落として一年にやってる奴には絶対勝てない。さらにもっと落として十年にやってる奴には勝てないと持論を語ったことがある。 クレアチンが日本で認可を受けると、早々と使用を開始する、近年スレンダーなレスラーが流行っていることを受けて、綺麗サプリを使用することで4ヶ月の間に 10kg の減量を完光するなど、サプリメント使用にも適用している一面がある。現役選手としてのみならず、プロレス団体経営者としての立場から、今の時代、理不尽なんていらないよと発言する部分もある。 武藤はアメリカでの活動経験から、プロレスはスポーツと格闘技と舞台芸術が融合されたエンターテインメントであるという価値観を強く持っている。それゆえ、総合格闘技を競技と言い切っている。武藤によれば、柔道の強化選手として格闘技の頂点、自らの格闘者としての限界を垣間見たため、格闘技の追求には何ら幻想を抱いていないとのことである。 また UWF スタイルに対しても、柔道と同じと表現すると、いわゆる格闘技路線には価値を見出していない。格闘技路線で売り出していた、小川直也とグレート、ムッタとして対戦した際は、背負い投げで投げたり腕を取ってのドラゴンスクリューのような、技など正当な技に加え、小川の帯を抜き取って首を締めたり、三角締めで組まれた際に、 顔面への毒切り噴射などの反則も交えて終始圧倒。最後は指2本を取っての腕ひしぎ逆十字で TKO 勝ちを収めた。しかし、新日本プロレス所属時代の1996年9月23日、北尾工事をはじめとする日本人を次々と撃破していたバーリトゥードの猛者、ペドロ・オタービオと石格闘技戦を行ってマウントパンチで ギブアップ勝ちしたこともある。また2000年 WCW から帰国後自分の道が見えずに痛むとは、なぜか小川とのバーリトゥードでの一騎打ちを望んだが、小川が乗り切れなかったため実現しなかった。膝に負担のかかる技を使い続けたため、両膝の軟骨の減少、麻滅等、膝に持病を抱えており、直立したつもりでも膝が服の字に曲がっている。後遺症は重く、 カニ歩きでないと階段を上り降りできない、プライベートでは300メートル以上は断続的でなければ歩けないなどひどい状態である。2015年3月20日放送のアナザースカイでは普段の生活での膝の負担を軽減するため車椅子を使用することがあるとナレーションされた。手術後のリハビリを十分に行うことなく、プエルトリコへの海外遠征を行ったことが 致命的となったことを自伝で告白している。2010年現在で、すでに右膝を4度、左膝を1度手術をしているが、現代の医学では完全回復は不可能だと医師から告げられており、長年そのままであったが2018年3月に人工関節を入れる手術を行った。かつて身体障害者手帳を交付してもらうために診断を受けたところ、 死体不自由7級と診断された。ただし障害のある箇所が膝以外に認められなかったため、実際に手帳の交付はされなかった。なお、武藤がショートタイツからロングタイツへと変えたのは、膝に何重にも巻かれた痛々しいテーピングを隠すためである。武藤はプロレスをやるから、俳優やタレント業の仕事も多くこなしている。 レスラーとしても知られており、プロレスラーの中でもかなりの人気、知名度を得ている。映画初主演した光る女は、プロレスラーとしては実に力道山以来の主演映画となった。しかし、俳優の仕事は自分を売るためだけにやっており、決まったことをやる俳優よりも、リング上で自分の思うままに演じられる、プロレスラーの方が面白いと語っている。また、 前もって渡された台本を全く覚えてこないため、撮影現場では NG を連発することでも知られている。2008年11月19日、東京都港区麻布十番に麻布無糖をオープンし、無糖の故郷である山梨の野菜やうどん、鳥を扱った。本人が店に出ることもあり、店の前には本人の手形が飾られていたが、2010年10月31日に、 閉店した。また、2008年12月10日に、兵庫県朝越和大山町に、無党本人プロデュースによる、焼肉無党道場を開店。店内に設置された37型テレビで試合を、収録した DVD などを、放送や試合衣装の展示、オリジナルグッズも販売している。北近畿地域に、数店舗展開。グレート無他は、無党刑事憤する忍者をモチーフにした。 日本のペイントレスラー。漢字表記は、クレート・オブ・サワ。マネージャー・兼ブッカーのプレイボーイ・ゲイリー・ハートによってプロデュースされた。ギミック上は、無党の第二の人格とされ、魔界の住人という設定である。無党自身は無他になっている時はその時の記憶を一切覚えていないとされ、代理人として記者会見などで無他の代わりにコメントをすることもある。 正式なプロフィールによると、1989年4月2日、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身。また、同じく、ゲイリーハートがマネージャーとなったザ・グレート歌舞伎の息子という設定である。ちなみに、ムタの由来は、グレート、ムトーと外国人が、ムトーとうまく発音できないために、ムトー自身が呼びやすい名前にした。そのため日本での意味は、グレート、 無党ということになる。さらに英語しか喋れないという設定だが、試合に負けるなどして無党が、月光や披露し、設定を忘れて日本語を喋ってしまうことがあった。また、実況の辻吉成や正斎サが、ムタのことを、無党と呼んでしまうことがたびたびあった。特に、正斎サが、実況席にいる、際の無多戦では、この無党、今戦っているのは無他なんですがね。 とうとうの発言が必ずあるため、ファンの間では、まさ斉藤の人柄を表す語り草になっている。ムタの誕生は1987年、プエルトリコの WWC での海外武者、修行時代に遡る。修行先では、スーパーブラック忍者のリングネームを名乗って、活動していた。スーパーブラック忍者は、黒装束をまとった忍者ギミックのベビーフェイスであり、 まだペイントも施していなかったが、無糖が銅眼であったため、フェイスペイントをするように言われることもあり、簡易的な戦闘を書いて試合をしていた。これが NWA のプロモーターの目に留まり、ゲイリーハートのアドバイスにより、ザ・グレート歌舞伎の息子という設定で、グレート・ムタが誕生。以後本格的に顔に独々しくペイントを施し始めた。1八十九年四月二日、 WCW の対スティーブ・ケイシー戦において初登場。月面水爆を必殺技にスティングやディック・フレアーとの構想を経てヒールの人気レスラーとなった。1989年から1990年にかけてはテリー・ファンクとのジェテックスで活躍し、1989年10月28日の PPV ハロウィン・ハボックではブルーノ・サン・マルチノを 特別レフェリーに迎え、フレアースティングの頂上コンビとサンダードーム、ケージマッチで対戦している。1990年12月16日に、セントルイスのキールオーディトリアムで開催された NWA スター・ケード1992は、マササイトーとの日本代表チームとして、インターナショナルタッグチームトーナメントに出場。1回戦で、ニュージーランド代表のロイヤルファミリー、 二回戦で、ソビエト代表のサルマン・ハシミコフビクトル・ザンギエフを破って勝ち進んだが、決勝でアメリカ代表のスタイナー・ブラザーズに敗れた。1990年9月7日、大阪府立体育会館での侍史郎戦で、日本初登場。これ以後、新日本プロレス所属選手となり、年に何度か登場しては、対戦相手を流血と毒切り地獄に追い込む生産な、 試合を展開している。そして、1992年8月16日の、長州力戦で、IWGP ヘビー級王座、クレーテスト18クラブ王座を獲得。1993年1月4日には、長野正弘と対戦し、試合中に、毒切りや狂気などを使用せず、普段のヒールファイトは捨てて正当派ファイトで望み勝利し、 NWA 世界ヘビー級王座を獲得した。同年5月3日には、福岡ドームで、WWF の大物、ハルク・ホーガンとの対決を実現。9月23日には、横浜アリーナでタッグを組み、ヘル・レーザーズと対戦している。そして、同時期に父親であるザグレート・カブキと対戦。それぞれの主戦場だった王と新日本プロレスで二度に、渡って、 親子対決を繰り広げた。ちなみに、この一度目の王参戦の際には、アシュラ、ハラとも対戦し、勝利している。1994年にはアントニオイノキが、自身の引退への布石と目打ち入った、ファイナルカウントダウンシリーズで初戦相手を務めた。その後長らく武藤は無駄を封印する。1996年4月29日。 荒崎白市人生戦でおよそ2年ぶりに復活。入場曲を一新し、衣装もさらに派手になった。テレビカメラの前で白市が持参した外場に白市の流血した地で、死と書くなど、これまで以上の残忍な試合を展開した。後にこの試合は、生産な試合として、無他を代表する試合の一つとなった。10月には王に参戦し、天竜玄一郎と対戦した。また、 同時期に、重心サンダーライガーとも対戦。序盤から圧倒し、マスクを剥ぎ取るが、その瞬間ライガーが、鬼神ライガーに覚醒。自身の得意技である毒斬りを吹きかけられ、容赦ない狂気攻撃に苦戦するが、一瞬の隙をつき、月面水爆で勝利した。1997年1月4日には、パワーウォリアーと、お互いのキャラクターの封印をかけ、 試合を行うが敗北。再び封印された。同年2月16日に平成維新軍のリーダー小品ナカ郎に負けたら、ムタの維新軍入りを迫られ無理やり復活させられる。本人も不本意の復活だっため、怒りをあらわに維新軍の上り端に毒斬りを吐くなど、暴挙に出た。この試合は、ムタの勝利で終わったため維新軍入りはしなかった。しかし、 同年4月12日の東京ドーム大会で当時、んおージャパンの創始だった長野に勝利。試合後二人は共鳴し、ムタはんおージャパンに加入した。以後フェイスペイントもノオうロゴをモチーフにした黒いものへ、代わり、正規軍や当時柔道選手だった小川直也と対戦。またこの時期、G1 にも参戦した。また同年から2000年にかけては、 長野とフルス WCW と新日本プロレスを行き来する形になり、無王本体とも合流した。しかしその最中、1998年に歌舞伎が引退を表明。これに際し、ムタは一緒に試合がしたいという外のコメントを無党を通じて発表した。そして8月の新日本プロレス大阪ドーム大会で、ムタと歌舞伎は親子タッグを結成。 後藤達都市、小原道ゆくみと対戦し、勝利。歌舞伎の引退に花を添えた。翌99年には、大仁田淳史憤する自身の偽物グレート似たに、不快感を示したことがきっかけで、神宮球場を舞台に、電流爆破デスマッチルールで一気打ちした。似たの武器である鎌を奪い、二度独斬りを吹きかけるなど、圧倒的な強さを見せつけ勝利を収めた。 2000年になると、チームに戦争士となった、蝶野や北斗晶をマネージャーに従いたパーオリア、と、再選したが、いずれも敗北。思うような結果が出せなかった。その後、新日本とは距離を置き、海外を中心に活動するつもりで、WCW に帰還。空港に着くなり、多数の報道関係者に取り囲まれ、あのプロレス史上最強のヒールが帰ってきましたの。 3時で迎えられると、アメリカ国内での人気は未だに衰えを知らなかった。復帰した WCW では、スティングと抗争を行い、バンピーロやインセーンクラウンポッシーが結成していた、ダークカーにバルなナル、怪奇派ユニットに加わり、バンピーロとのコンビで、クロニックから、WCW 世界トップ王座を奪取するなど、活躍を見せたが、試合の機会を満足に与えられず帰国。 WCW も WWF に買収され、消滅した。武藤は帰国し、スキンヘッドになるとムタを一時封印して、後日のク黒ム武装が武藤の決心として登場していたが、2002年に全日本プロレスに移籍後、毒雲をモチーフとする SFX 用、ラバーマスクとペイントを組み合わせた新しいスタイルで、復活を遂げた。 天竜玄一郎から三冠ヘビー級王座を奪った他自身の偽物であるグレート・ムータと対戦。さらにファンタジーファイトレッスルマイナス1でボブサップと対戦。敗北したが試合後に魔術を使ってリングごとサップを行方不明にさせた。2005年にはレッスルマイナス1グランプリ2005で佐々木健介、明けぼのと対戦した。2006年には 小島さとしと参冠ヘビー級王座をかけ対戦し、敗北。また、同じ毒切りの使い手であるタジリとも対戦し、その後タッグも組んで、ゴールドダスティン、白使い組らと激突している。2007年6月17日には、ハッスルに参戦し、タレントレスラー相手に巧みな試合コントロールを見せた。中でもインリンの M 字固めを切り返した直後、 股間に毒切りを噴射したシーンは、当日の興行においても名場面として高く評価され、直後に発売された週刊プロレスの表紙も飾った。後に、この噴射により、インリンが失神をするが、ご懐卵したというギミックが付加され、公式設定としては、初の無駄の実施が誕生することとなった。当初は、ニューリン様の霊から考えると娘と思われていたが、 実際に誕生したのは息子。それも文字通りの怪物と呼ぶにふさわしい、モンスターボノであった。12月31日のハッスルの試合では、天竜玄一郎らがボーノをキャメルクラッチで捕獲、レーザーラモン RG が生肛門攻撃しようとした瞬間、時計の音が鳴り響き入場ゲートの床が突き出始め、中からグレートムタが降臨するというパフォーマンスで登場。試合はタジリに対し、 毒切りを出した後、親子3人でフォールし、勝利を収めた。2008年1月4日に新日本プロレスに7年8ヶ月ぶりに参戦。後藤博士大木と対戦し、月面水爆で勝利を収めた。9月28日には、スワマを破り、第38代三冠ヘビー級選手権者となった。その後、鈴木み相手に防衛戦を行い、これを打ち破るが、2009年に、 高山義弘に奪われた。その後は、ブー・ルマーダーズと構想を繰り広げた。2013年に、レッスル -12 遺跡。2014年1月4日、新日本プロレス、東京ドーム大会に降臨。矢野通と組み、鈴木実る、シェルトン X ベンジャミン組と対戦し、勝利した。5月には、タジリと組んで、タッグマッチに臨んでいるほか、6月に、 無党の愛弟子真田聖せなりとシングルマッチを行い、勝利した。同時期に、真田や田尻と共に、ティネにも参戦している。その後無党が人工股関節を入れる手術を受けたため、長期休養に入る。そして2019年4月6日、米団体、ホグのカルチャークラッシュ19に参戦。メインイベントの6人タックで、昨年3月25日の DDT、 両国大会以来となる1年ぶりの復帰を果たした。さらにその夜、新日本プロレスのマジュソンスクエアガーデン大会にサプライズ降臨。第0試合の30人、3回1分時間サバトルロイヤルで30番目に登場し、重心サンダーライガーと対戦した。7月14日には九州プロレスにて国内復帰を果たした。 11月2日にプロレスリング、ノアのリングに上がる。ムタとしては、これが初になる。丸藤聖堂と対戦し、先行用術を決め勝利した。ムタのファイトスタイルは、前述の通り、対戦相手を流血に追い込むほどのラフ攻撃や、狂気攻撃、毒切り攻撃などが主体だが、初期の頃は、素顔の無藤刑事が使用する技は極力使用せず、 忍者らしいアクロバティックな動きなども意識し、試合運びの面においても、無党のものと差別化を図っていた。しかし、素顔の無党のファイトスタイルや体のコンディションの変遷とともに、無党と無他のファイトスタイルに差異はなくなってきている。1996年の復活から試合ごとに、入場衣装が目まぐるしく変わるようになり、入場も無他の魅力の一つとなった。2002年からは、 マスクマンになったためマスクにもモチーフが反映されるようになった。基本のズキンをかぶった忍者風コスチューム、カブトムシを意識した黒いコスチューム、異形の怪物を意識したメカニックコスチューム、雲と忍者を掛け合わせたもの、ジェイソン、悪魔、ダースベーダー、海外遠征によるメキシコでの世界遺産、イギリスでの騎士、プエルトリコでのパイレーツ、中国をイメージしたもの、 蜂の巣スなど毎試合工夫を凝らしている。グレート・ムータには偽物が二人登場している。2002年10月に新日本プロレスに初登場したムータと2004年11月に全日本プロレスに登場した前日のムータである。どちらもムータと違い全身コスチューム系覆面レスラーで、どちらも同じコスチュームだが中身は別人である。全日本版ムータは 本物のムータに敗れた後、マスクを脱いで、素顔のジョニーザブル、スタンボリーとして参戦、ブールーマーダーズを結成した。なお、2002年に新日本に登場したムータは、正体を明かしておらず不明である。別レスラーのオマージュとして、宮本和氏のグレート和氏、大似た厚氏のグレート似た、小島里氏のグレート腰、タルのグレートルタ、明けぼののグレートボの、吉江豊のグレートゆ、 ふとし、竹村剛氏のグレート竹、雷人名の清氏などがある。女子としては、工藤恵が同系統のキャラクターに奮したことがあったが、予告なしであったためリングネームはそのまま、後付けで女組と呼ばれることはある。歌舞伎直系のギミックは、ムッタと言うた竹と歌舞伎シートのみである。また2008年、全日本所属だった雷人名がトライアウトを経て、 清のリングネームで、ティネ所属となり、ムタを彷彿とさせる黒いフェイスペイントで活躍している。2011年10月23日の2011プロレスラブイン両国ボリューム13では、桃色クローバー Z ならぬ、グレートクローバー Z が参戦し、リング上で毒斬りを吐いたり、場外乱闘を演じた。2014年には、ティネで、真田翔也がパートナーの本家グレートムタを、 背後から椅子で襲撃し、グレートサナダに転身した。黒島僧は、武藤刑事奮する日本のペイントレスラー。ギミック上の武藤の第三人格で、展開に住んでいる成人とされる。2001年8月19日、道の区プロレス宮城ニューワールド屋外、駐車場特設リングで、白氏とタッグを組んで、大広斉藤後藤達都組戦で、初登場。 9月16日には新日本プロレスで白紙とタッグを組んで対蝶野正弘マイク・バートン組戦で登場。さらに2002年5月1日、全日本プロレスで白紙とタッグを組んで対グレートコシジョージ・ハインズ組戦で登場し、2003年8月10日、プロレスリング01でローキーとタッグを組んで対トム・ハワードジョシュ・ダニエルズ組戦で登場した。 この時には、ローキーも、顔や体に黒し無双のようなペイントを施していた。2009年6月1日、無刀祭で、白しとタッグを組んで、タイタル都市像組戦で再登場を果たしている。無刀自身が使う技に加え、毒斬りや白しが使用する念仏パワーボム、拝み渡りといった技も使用する。蝶のマイクバートン組戦の時に毒斬りを初使用するが、 その時には水を代用した。新日本プロレス再建山のアキラ、ジャイアントシルバ戦以降は、ちゃんとした毒切りを使用するになった。なお、新日本プロレス時代は黒、チムソーのリングネームだったが、全日本プロレスに移籍してからは黒、チムソーと名前を変えている。ギミックのモチーフは、上記の白紙と無刀の好きな麻雀の役名、国紙無双から、白紙と違って、 体にはお経ではなく、プロ、オレスラブなど、英語の文章が書かれている。また、クロシが生まれた背景には、2000年に、武藤が髪の毛をソリスキンヘッドにしたため、ムッタとして登場しにくくなったということがある。技に対するこだわりが強く、一つ一つの技を極めて大切にする選手であり、他のレスラーが使う技でも、必ず独自の改良を加え、 自分なりの美学を形成している。そのため技術を感じられない技や観客を無視した技への嫌悪感は強く、腰中四郎のダイビングフットスタンプを、あんな技うちの息子だってできると言い放ったこともある。また、武藤の技全体に見られる特徴として、緩急の差の大きさが挙げられる。また、ラリアットに対し、あんなの、ただ腕を横に出すだけと言い放ったこともある。 他の闘魂三十四やプロレス四天皇が入場テーマ曲をほぼ固定化しているのに対し、武藤は頻繁に入場テーマ曲を変更している。多た数渋谷スクランブル交差点から見える神劇のバハムートの巨大看板多た数、武藤刑事の熊をモチーフにしたキャラクター。プレイセットプロダクツがデザイン。グレート・ムタに関するカテゴリー。ありがとうございます。